めちゃめちゃ今日寒いんですけど天気はすごいいいんですよ。天気はいいんですけどね、春はまだ遠いっていう感じですけど、いや春になるとやっぱ釣りに行きたくなりますよね。ということで今日はクーラーボックスの整理をしておりました。でクーラーボックスといえば皆様どういう風に魚を持って帰ってますか？まあ、SNS でいろいろこう魚の持ち帰り方法なんてやってるじゃないですか。それをね、西田店長に聞いたんですよ。そうすると、誰があんなの釣り場でやれるんだっつって、魚屋でもないのにっつって言うんです。確かにそうだな。なかなかね、難しいことを言ってはる方が多いじゃないですか。聞いてみたら、クーラーボックスにあることをするだけで超鮮度で魚を持って帰ってこれるらしいんですよ。よくお客さんが言うんですよ。あの人の魚は2倍も3倍も鮮度持たせる。それを今回聞き出せたんで、皆様に美味しい魚を美味しく持ち帰って美味しく食べてほしいんで、この動画を今日は回していきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。この動画はですね、魚を美味しく食べて誰でも簡単に捌ける方法、魚のことについてですね、西田店長の解説を交えながら作っていく動画ではありますので、チャンネル登録ということで、今日の動画早速行ってみましょう。レッツゴー。魚屋の釣り船ピッチピッチ TV、 あ、弾まるよ。店長おはようございます。いやお、店長、これはまさかのどぐろ。のどぐろじゃないですか。え、これ今日納品っすか？そうです。うまそう。油のりのりのノドグロ、すげえ、めっちゃうまそうっすね。いいな、食べたいな。食べたいな。店長、ところでね、はいはい、僕今日聞きたいことあるんすよ。うん。店長っていつも釣り行った時にすごい魚鮮度よく持って帰ってきはるじゃないですか。あれってなんか秘密はあるんすか？うん、あるんすか？あれを、え、ちょっとそれ僕聞いてないんですけど。聞いてこなかったよ。あ、それ今日ちょっと僕教えてほしいんですよ。うん、動画で回してるんですけど今。教えんの？いいっすか？嫌やな。え、いや、そんなこと言わんと教えてくださいよ。教えようか。はい。嫌やな。簡単なんですかそれって？また難しいんじゃないんですか？簡単やから嫌やね。簡単なんすか？まあまあ教えるよ。みんながな、美味しい魚家で食べれるようになったらええわな。そうっすよね。うん。じゃあこれ今日美味しい魚の持ち帰り方、うん、みたいな、店長からレクチャーよろしくお願いします。 OK。 まず釣り行く前に朝用意するものはクーラーボックスやんか。そうですね。で、まあ何、弁当。そうですね、弁当大事やな。弁当大事です。クーラーボックスに弁当と飲み物と入れて。そうですね。弁当と飲み物コンビニか、いらんなこんな話。うん。だとりあえず釣り行く時はみんな用意するのはクーラーボックス絶対で、釣り具、まあ、ナイフとかハサミとかで、あのハサミって何だっけ、アジバサミ。アジバサミ、うん、で、アジバサミに、まあ、ストイックな人は神経針とか用意するやん。そうですね。あ、ゴミ袋な、そんなもんやんか。で、その道具を用意して出発して、はい、手前のコンビニで寄って弁当、氷、うん、飲み物、うん、買うわけ。ちなみに、ペットボトルで氷作っていくなんてあんま良くない。え、知ってた？あれ、自家製の氷の作り方で一番冷気出えへんから。マジっすか？うん。あれやってる人結構多いと思いますけど。これは各地の漁師さんが実証済み。はい、え、うん、そうなんすか？一番冷えが弱い。あれ間違い？うん、なんかペットボトルのプラスチックがあかんねやろな。へえ、それはええこと聞きました。僕もそうやってましたよ。うん。まあまあ、それはまた説明するとして、コンビニで氷袋買うやんか。氷袋、僕その氷クーラーボックスの中にベーンと入れて、やばーんとガチャーとな、そう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 、入れて、まあ、持って帰ってきて、はい、クーラーボックスの中で氷に混ざって、はいはいはい、魚がウニウニ曲がって、そうそうそう、何の音今の、テロンって言うんだ。魚が死後硬直してひん曲がって色もなんか薄くなったりしてて美味しくなさそうやん。そうですね。あれがたった一つで、まるで今まで泳いでたかのような
釣って帰ってきた魚ってそんな、な、美味しくないパターン多いやん。でも仕方ないんじゃないですか、それって。いや、それがめっちゃ美味しく持って帰る方があるんだけど。あるんすか。めっちゃ簡単やね。簡単なんすか。うん、それちょっと早く教えてください。いいよ。もうこれ、船の上に着いたとします。船の上に着いて、いざ出船。船の上に着いて、いざ出船。これ、コンビニで買った氷と思ってる。氷ね。そう、見立てて。はいはいはい。ほんで、船の上着きました。出船します。沖へ出て、ポイントに着いた。そこで、まあ、もうなってるかもしれないけど、みんな、ここに入っていいか。これ、魚釣れたら壊れるそうだ。そうそうそう。これ。そうそう、そうやってする。これ、クーラーボックスと思ってな。はい。魚釣れたら、こうやってここに入れていく人おるやん。いますいます。とか、この上に、まあ、新聞紙でも引いて、うん、まあ、最近直し方な、結構流行ってきてるから。そうですね。いろんな技があるから、氷になってたかみたいな感じで、はい、上にな、新聞紙置いて魚並べる人おるけど、もうそこで間違い。え、間違い。これが間違い。これ間違いやったんやん。これな、沖へ着きます。はい。沖へ着いたら、はい、海水入れる。最初はまだ釣れてへんから少なめでいいよ。少なめでね、うん、で、そこにコンビニで買った氷を入れる、はい、これを開けて入れんじゃなくてこのまま入れる。え、そのままでいいんすか。そう、このまま入れる。このまま入れることによって何が起こるかっつったら、はい、氷って水やんか。海水って海水やん。はい。氷を袋から開けて出したら、せっかくの海水が、真水が混ざっちゃうやん。ほんだらな、鮮度落ちんねん、魚は。え、そうなんすか。魚って氷と水で落ちにもよね。氷をさ、魚に直接当てたらあかんって言ってるから、最近、だからこうやってますって言ってる人よりやん。あー、はいはい、いますね。これって、とりあえずまずこれ直接やろ。袋1枚なんか直接や、ただの、うん、言うたら、魚が凍傷するわけ。はい。冷たすぎて。俺らも生きてる時にこんなんされたら投資するやん。投資させてんねん。それがあかん。で、じゃあどうしたいのって。魚って生きてるところの海水で冷やしてるのが一番いいわけ。こうやってたらさ、海水 100% で海水がめっちゃ冷えるわけやんか、はい、これを用意しとくのがまず大事。へー。ほんで釣れたらここに入れていくの。ほう。どん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 入れていくの。はい。それだけ。これだけっすか。うん。これだけで、じゃあ、あの鮮度の保たれるっていう。そうやで、これで、タチウオ首とか切ったやつ、はい、首切っただけな。ベルトサイズのタチウオでも、はい、今釣ったばっかりみたいな光り方して、ずっとこん中に読んでよく。それは初めて知った。でもここに、氷が溶けた水が混ざってたら、はい、もうわかんねん。なるほど、うん、いや、テンション、で、こんだけ、こんだけで分かりやすく説明しようか。もっとちょっと分かりやすく説明してもらっていいですか。今ほんだら、はい、俺ら今海におれへんし、はい、予習編みたいな感じでやる。そうっすね。書いて説明しようか。俺も口で言いにくいよ。じゃあちょっと書いてもらっていいですか、うん、そっちの方が分かりやすいです。まあとりあえず海水の作り方はこれだけ覚えてて、船に乗って沖まで出てから、沖の海水を入れて氷袋をそのまま入れる。これだけ覚えててな。わかりました、うん、覚えておきます。沖へ出てからやで。沖へ出てからですね。港で入れたらあかんで。港の海水が汚いから、はい、これポイントね、うん、沖へ出てからですね。そう、沖へ出てからも海水を入れる、うん、これだけ覚えてる。わかりました。これなしね。じゃあ店長、はいはい、ちょっとわかりやすく書いて説明をお願いしていいですか。うん、はい。じゃあまあさっきの話によるとですよ、うん、氷はそのまま入れずに袋のまま沖に出てから。そうそうそう、沖に出てからクーラーボックスに。沖出てからね、絶対、はい、これぐらいでは。ちょっとではまだ釣れてへんのに入れるからさ。あ、ちょっとでいい、はい、海水な。でここにコンビニの袋氷を、ま、なんかジップロックがなんかじゃない、止まってるやん、はい、これをこのまま入れる。海水にこの氷を開けて入れたら、海水が 70% ぐらいで水が 30% ぐらいになっちゃうやん多分。ほんならここに水が混ざっちゃうからダメ。基本的に
海の魚はそこに住んでてんからそこの水がいいわけ、はい、そこの水にしたら、わかる、はい、でこれを用意する、これを用意して釣り開始や、はい、釣りスタート、スタート、釣れた、釣れた、はい、釣れました、釣れた、魚が釣れました、はい、釣れたらこれをクーラーボックスに入れるわけ、そうです、今作ったこれ、海水、これ海水にこの氷入れてたら多分この中は1度ぐらいの水が作れるかな、はい、ちなみに海水ってなマイナス 1.8 度で凍んねん、知ってる、へえ、そうなんや、海水はそうやねん、ここ入れるやんか、この海水が、ま、0.5 度ぐらいになってんのかな、はい、ま、キャンキャンに冷えてると、はい、でそこに、まあ、細かいアジとかが釣れたら、はいはい、もうポン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 入れてたいね、釣れたら入れる、はい、釣れたら入れる、釣れる時ってどんどん釣れるやん、うん、だからもう何もしやんでいいのよ、釣れたらここに入れていくね、ほう、海水 100% で冷やし込んで代わり持ち帰ると、これ店長普通にちょっと聞きたいんですけど、うん、これ魚の魚種、うん、例えばハマチとかね、うん、タチウオ、タイ、うん、アジ、うん、全部入れるだけでいいんですか、入れるだけでええねんけど、はい、アジとかは、まあ、ちっちゃかったら入れたら多分1分から2、3分でもう動かんくなんねやんか、うん、入れても暴れるような感じじゃないけど、まあ、ハマチとかブリとかなってきたら、はい、こん中入れたら大変なことになるやん、はい、そうっすね、だからそんなサイズになってきたらノウジメ、エラ切り、神経締めっていうのやったらないと、なるほど、もうちょっと暴れちゃうな中で、あー、そういうことですね、うん、それは後で説明するわ、はい、まあ、いっぱいアジが釣れてる時とかここにどんどん入れていくと、ちなみにこれ先から言ってるけど水ちょっとだけって言ってたけど、はい、増やしちゃってな、はい、魚が増えてきたら、はいはい、魚が使ってないとあかんから、はい、これは冷やし込みやから、アジ釣れたらエラ切ってここに入れたんねん、はい、エラ切るだけでいいんですか、うん、挟んだって、はい、これでこんなんな、そうっす、こんなんで頭を挟んだる、はい、めちゃ読まない、目心あるっすね、ちなみに、はい、ハサミ挟むとこ、はい、エラと目の間な、ここ挟んで、全てにおいていいから、ここ挟むとさ、ここが一番硬いねやんか、なるほど、でここ挟んじゃったら一番魚で美味しい脂乗ってるところやのに潰しちゃうから、あ、僕アジングでそこ挟んでましたわよ、そやろ、うん、こっち挟むのがええねん、でこっち挟んだら何がいいかまだまだあんねんけど、はい、いろんな魚、タチウオでもここ挟んだら首切りやすいね、はい、ナイフで、ああ、はいはいはい、こっち挟んで切るより、はい、やし首切りやすいしエラに包丁入れやすい、魚さばく時でも頭持つやん、はいはい、と一緒、ね、頭を持った方がやりやすい、で持って、まあ、エラにナイフ入れたって、んでここに入れる、はい、海水に入れたやつな、はい、入れたったらこん中で放血しようねん、はいはいはい、自分でね、そう、自分でエラ動かして、はいはい、血吐きようねん、はいはい、それだけでもええねんけど、もっと美味しく持って帰りたい人は、はい、神経締めしたやんか、はい、でも今釣れてるからそれより釣りたいやん、そうなんすよね、釣れてる時って釣りたいやんな、釣りたい、まあ、でも船って結構そこにずっと長い間おることないから、うん、まあ、長いことおったとしても釣れる時間ってずっとなかなか続けへん、そうですね、だから5分後ぐらいに神経締めたんで、これぐらいの魚やったら、はい、まあ3分から4分5分ぐらいエラ切ってから、はい、でハンマチとかなってきたらエラ切ってから7、8分で、ブリとかやったらエラ切ってから10分近くは暴れずにこの中でおるわ、生きてるんすかやつら、ずっと血吐きよる、へえ、その代わり神経してなかったらその後こん中でブリとかやったら10分後とかに暴れ出すねん、痙攣しだすねん、それまで放血させて神経締めするって意味で、だからこれぐらいのアジとかやったら、まあ、美味しそうなアジ釣れたら挟む、エラ切る、はい、こん中入れる、はい、で5分間まだ釣りする、釣れてるから、はいはいはい、でちょっと釣れへんくなってきたなとか移動するとかなるやん、ほんだら、はい、竿を置いて、こいつに神経締めしてある、なるほど、うん、それでもまだずっとこん中、神経締めした後もこん中ほっとくねんで、はい、ずっと置いとく、まあ、別にこれ何時間でもいいよ、置いとくで、まあ、神経締めした魚だけ出した方がいいけどな、冷やしすぎは注意やねん、そうなんですよ、で神経締めのした魚っていうのは、はい、本当はまあ3、40分アジとかやったら、ブリとかやったら2時間ぐらい、はい、冷やし込む、冷やし込んでから
出さなあかん、ね、出すんすか。そう、でもこの話はちょっと今は難しいから、はい、また説明する、はいはいはい、これはまたた、た、これまた次回な、次回で、次回で、はい、次回でこう今度な、はい、それ置いといて、ほんな鮮度よく簡単に持って帰る方法だから、また戻んで、はい、アジがワン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 入ってきた、だから、まあ、7時ぐらいから連れ出して12時ぐらいに、まあ、港に着くわけやん、はい、それまでずっとこのままほっといて、はい、帰るってなった時にその船の上でこの海水をクーラーボックス穴開けて全部抜いちゃう。はあ、抜いちゃうんですか。うん、ほんだらさ、クーラーボックスの中にはめっちゃ海水だけで冷やされた魚と氷が入ってた袋が残るやん。そうですね、やろ。ほんだらな、これを袋取り出せやん。はい、袋取り出せやんか。はい、で持ってきてるゴミ袋とかを上にかけたんね、はい、こうやって、はいはい、魚の上に、はい、ゴミ袋かけてある。で、まあその上にタオルかなんかシムシムを持ってきてるやつをかけてある、はい、これ重要な。魚の上に先にビニール、次に新聞紙、はい、で持って帰る時の氷袋、はい、のこの袋に氷残ってんやったらもうこれでもいいで、はいはい、袋入れてある。帰り買い足してもいいんすか。買い足してもいいけど、冬とかやったらぶっちゃけ船の上やったら氷いらんぐらいね、もう寒いから、はいはい、みんな冷やさなあかんってことで氷入れたがるけど、うん、魚ってうまいこと締めたらその後ずっと冷えとるから大丈夫やん。うん、ほんでこれで持って帰るやん、はい、持って帰ってクーラーボックス開けるやんか、はい、ほんならもう釣ったばっかりの色してるから、へえ、色飛べへんねん。色飛んでないってことは、はい、旨味が飛んでないってことや。なるほど。そうで、そっから家で、はい、あの水道水で水洗いして食べる。はい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 、うん、水洗いしなあかんで、水道水で。それはなんでなんすか。海水にビブリオ菌っていうのがおるから。へえ、まあ、水で洗って流さなあかん、はい、まあ、ビブリオ菌とか、まあ、中にはアニサキス、はい、おったりするけど、はい、冷やし込むことによってアニサキスも身の方に移れへんねやんか。アニサキスって温度が低くなったら動きにくくなる、はい、動きにくくなるっていう理由は、魚って内臓から腐ってくるやん、お腹から、はいはい、アニサキスってお腹におるわけやんか、はい、そのお腹が先に腐ってくるやん、はい、腐ってるところからまだ生きてるところに行きたがんねん、はいはいはい、だから出てくんねん、はい、でもこれ鮮度良かったら出てこないから、はい、だから鼻抜かなくてもいいのよ。あ、なるほど。うん、じゃあその鮮度状態っていうのは、その今説明してもらった、うん、このやり方、その冷やし込むっていう、そのやり方、そう、この冷やし込むっていうのがみんなできてない、はい、例えばさ、この海水、はい、これやめて、はい、この中の水が、はい、ほんまに普通に水、はいはいはい、で氷、うん、これ氷袋から開けて入れようが、はい、そのまま入れてももう水は水やん。水は水、はい、真水に海の魚入れていく、はい、みるみる色変わっていく。へえ、みるみる色が薄くなっていく。やっぱり住んでいた環境と同じような環境を作ったらな、ダメだっていうことですね。そう、だって海の魚をさ、川に逃がしたら死ぬやん。死ぬ。そうそう、そういうこと。生きてる時の環境を作ってあげるってことが大事。店長、っていうことは結局やることってクーラーボックスに海水入れて氷袋入れるだけ。これな、それだけでいいってことですよね。そう、つまりは真水を魚に当てるなってことやね。なるほど、それだけ。原因はそこやね。なるほど、まあ、やっぱりその海水を水汲みバケツで入れて、うん、その量っていうのがなかなかどうなんですか。少なめっていうのは浸るぐらいというか、浸ったらよ。なんで冷やし込みが必要かって言ったら、エラ切るやんか、はい、魚って海の温度ぐらいって言われてね、はい、マグロとかカツオって海の温度より5度から15度高いって言われてね、あのずっと泳いどかなあかん魚やねんけど、はい、体温が高いね。よう運動するから。ああ、はい、はい。魚も動いたら体温上がんねんで、人間みたいに。あの人ら体温あるんですね。そうそうそう。ちなみに魚って回遊するやん。なんで回遊するかって、温度が自分で調整できへんからやねん。なるほど。じゃあその温度調整のために回遊してるってことですか。そう。へえ。ただそれだけ。それだけ？うん。あの人間は汗かいて温度調整してるやん。魚は汗かく能力がないから、自分の適した温度のところに行かないと調整できへん。だから回遊しちゃってんねん。ほんでな、さっきの話戻るけど、はい、エラ切るやんか、はい、ほんならその温度がさ10度ぐらいまで上がんねん、体温が。
それが三宅。それを抑え込むことが大事やねん。冷やすって意味ももちろんあんねんけど、はい、グラフにしたらさ、はい、魚釣り上げる、エラ切る、はい、ほんならそっから体温は、はい、体温グラフな、はい、体温は17度前後が、まあ、例えばシマアジとかの過ごしやすい温度、22、3度までいけんねんけど、はい、例えば20度の海で泳いでてそれが釣られました、はい、釣り人とやり取りしたから温度上がってるんは、まあ、ほっといて、はいはい、上がってきた時は20度、はい、湿った瞬間から温度は上がるのよ。10度ぐらい、30度ぐらいになるのかな、この話だったら。30度ぐらい、ここに到達しちゃうともう身がまずくなっちゃう、身が焼けちゃう。じゃあどうしたいのってなった時に、湿った瞬間から上昇するこの体温を冷やした海水で押さえつけたるわけ。なるほど。上がっていくので、それがさっき言ってたやんか、これぐらいの味やったら、まあ、20〜30分、大きくなってきたら1時間からブリやったら2時間ぐらい冷やした方がいいっていうのは、この個体によって上がろうとするポテンシャルの時間やねん。はあ、それぞれあるってことですか。そう、だから簡単にちっちゃければちっちゃいほど上がるポテンシャルは低いから、もう5分10分で諦めるやつもおれん、はい、だからアジとかやったら、まあ一応2、30分冷やしとったら上がるパワーがなくなって、そっからお腹の中まで冷やし込みできる時間が30分ぐらいかなってこと。ブリとかやったら1時間ぐらい上がろうとするから、はい、1時間ぐらいか上がろうとするから、それを抑え込んだ後内臓まで冷やしにかかるのがあと1時間ぐらいかなみたいな。で2時間冷やす、これが大事ね。海水でしっかり冷やし込みするだけでむっちゃうまい魚を持って帰れんね。へえ、それだけなんすね、うん、だから帰りしなにクーラーボックスに魚並んでて、上から港でおばちゃんに氷持ってそれガラガラってかけちゃう人おるやん、はい、はい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 、あれ逆効果、はい、あれも一緒ですもんね、店長言ってることと。うん、あの絶対あかん、あれ溶けたら真水で。そう、これがなんで下海水ちょっと抜いて、はい、まだ海水多分溜まってるやん、はい、なんでいいのかっつったら、はい、海水やから。海水 100% の水があるだけやから、ちょっとぐらい溜まっててもっていうか埋まってても大丈夫。あ、うん、ただ持って帰んのに重いやん、はい、そうっすよね。だから抜いちゃうね。冷えてるからもう大丈夫やん、魚は。あ、なるほど。うん、これやるだけでめっちゃうまいよ魚。その後の帰りの道中はその水を抜いて空の状態でゴミ袋、うん、新聞紙、これな、魚ビニール袋、はい、新聞紙の順番、はい、で氷袋。氷袋って帰る時間長かったらその分入れるだけやから。あー、なるほど、うん、そういう目的っすね。もうこんなんこんだけ冷えとったらさ、はい、車内なんぼ暖かくても30分ぐらい余裕、はい、暖房ガンガンで1時間ぐらいかかんねんやったらコンビニの袋1個もいらんかな。それぐらいの量でいけねん。それぐらい冷え切ってるからさ、クーラーボックスまで冷え切ってるから、はいはい、ここはもう冷蔵庫となってるからさ。なるほど、めちゃめちゃ簡単な。めっちゃ簡単やろ。めっちゃ喋ったけどさ、はい、これだけ。へえ、たったこれだけで。うん、これやったらみんなで全然できますよね、誰でも。そうやねん。だからさ、みんな魚をしっかりした袋に入れてるやんか、はい、そうっすね。あれ逆やん、しっかりした袋に入れなあかんのは氷や。逆、僕もしっかりした袋に魚入れてたな。うん、入れんでよ、そんな。あー、なるほどね。まあ、乾燥は防げるけどな。うんうんうん、乾燥は天敵やんか。あー、なるほど。うん、でもその乾燥を防ぐのがビニール、はい、この魚の上に置くビニール、はいはい、これ直接新聞紙で乾燥するから。ああ、吸いますもんね。うん、魚の上にビニール、はい、で新聞紙、ほうほうほう、この新聞紙を海水に濡らしておくと余計いいよ。余計いい。うん、だからプラスアルファで言うと、この海水捨てる前に冷え切った海水で新聞紙濡らして、はい、水抜いてビニールかけたって新聞紙かけて蓋をする。でちょっとだけ氷を置きたいのと置く、はい、まあ遠征とかやったら1日2日かけて帰ってくる人とかおるやん。確かに。ほんならまあ氷の量は増やしたいけど、はい、重さで負荷かかんねやったら、なるほど、ちっちゃい氷袋を入れ替えとく方がいいかな。あー、そういうこと、ね。まあ、それはまあ適当に個人で考えて。なるほど。うん、こんな感じや。簡単っすね。めっちゃ簡単。これでちょっと実践して、うん、美味しい魚ちょっと持って帰っていきたいと思いますわ。うん、ちょっと釣り行きたなってきましたわ。釣り行きたいな。行きたいっすよ。ただめっちゃ寒いっすよ今日。指痛いよな。痛い痛い。
今日最高気温4度ですよ。最低0。うん、最低0。最低0ですよ今日。ええ温度やな。魚の冷やし込みにめっちゃええ温度や。行きますか。じゃ春行こう。春にしましょう、ね。うん、だからこれは紙で説明したから分かんにくいやろうけど、はいはい、今度はほんなら一緒に釣り行って現場で教えるわ。そうですね、現場で見たらもっと簡単やから。へ、うん、じゃあ次は現場で。そうそう、釣り行こうか。よろしくお願いします。はい、終わり。はい、ということで、いやあのね、クーラーボックスに氷、僕はいつも袋から出してたんです。結構そういう方いらっしゃるんじゃないですか。袋のまま海水をクーラーボックスに水汲みバケツで入れて、その上から買ってきたコンビニ氷を入れるだけで、あれだけで超鮮度が保たれる。めちゃめちゃ簡単な方法。さすがだ。なんであんなこと知ってるんですかね。塩分濃度とかちょっと僕全然知らなかったですけど、これで今年の春は美味しい状態で魚を持って帰ってこれるのじゃないかなと思っております。まあ、今日はね、簡単に持って帰ってこれる方法、そういうのをお伝えしましたけど、次は現場でね、調べちゃう、またじっくりとレクチャーしてもらいたいと思いますので、その動画も作っていきます。ということで今日はですね、簡単に魚を鮮度よく持って帰ってこれる方法で西田店長にインタビューをしてみました。この動画良かったよって思う方はグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。インスタグラムの方もね、毎日更新しております。フォローもよろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で動画を締めたいと思います。皆さんも素敵な節食ライブ、美味しい魚を食べて。チャオ。一般販売のお作りの値段設定、わかりやすくなりました。作りの値段表、分かりやすく変えました。また一般販売、お作り、買いに来てください。チャオー。